した。今日はね、あの凛太郎と、ね、大竹が今日試合前ということで新人のカメラマンにお願いします。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、僕は高校生の時から国宝公開矢野匠道場ってところに通ってまして、矢野匠先生って人にずっと寝技を教わってたんですね。はい、でちょっと最近来れてなかったんですけど、はい、矢野さんのね、寝技のスタイルっていうのがもう常に決めに行くスタイルっていう感じで、僕もだからそれを継承してたってところなんですけど、はいはいはい、まあ、前回ねちょっと潮試合をしてしまいましてかなりね、酷評されましたので、はい、ちょっと原点に帰って、はい、そういう決めの練習だとかもそういうのもしたいなってことで、今日は久しぶりに矢野道場に練習してみました。はい、また矢野先生にねちょっと寝技をもう一回教わっていたいなと思います。はい、はい、まあ、あとスパーリングしてね、僕矢野先生に一回も勝ったことないんですけど、はいはいはい、ちょっと久しぶりにやるってことで、ね、ちょっと一本取ってやろうかなっていうあれもあります。取っちゃいましょう。はい、YouTube の質問コーナーで質問が1個取れてるんですけど、いいですか。はい、どうぞ。ピットブル兄弟クレベル選手が喧嘩したライジンの会場になぜ樋口選手がいたのでしょうか。あ、これめちゃめちゃ多いですよね。気になりますよね。聞かれるのが、はい、なんかあの切り抜きとかで回っちゃってるやつです。そうですね、回ってますね。なんかあのライジンの会場って僕ら警備入ってるんですよ。はいはいはい。その僕らの警備ってクラブセキュリティだけじゃなくて、はい、いろんなそのハイブランドだったりだとか、はい、あとは格闘技の会場だとか、はい、それもちろんライジンさんもちょっと入らせていただいてるんですけど、はい、まあ、その時に、ね、先週警備をしてた時に、まあ、偶然そういうことが起こってしまって、はいはい、まあ、自分らが仲裁に入ったっていう形で多分あそこに映っちゃった。ああ、映ってしまったっていう。ライジンに至らずよかったなって。はい、よかったです。あと、ライジンって言えばね、もうすぐ。今週末。はい、今週末、ライジン。樋口さんからして、楽しみな試合とかはありますか？やっぱりあれですね、白川陸と VS 中原大陽じゃん。ですね。そこがやっぱり気になるということで。まあ、我らがね、はい、陸斗くんがね、はい、するってことで、まあ、それすごい楽しみで、ね。楽しみですね。ちょっとね、そのスパーリング、が終わったらね、ちょっとその、はい、陸斗くんの勝敗予想なんかも、はいはいはい、していきたいなと思いますんで、はい、お願いします。最後まで動画を見てください。はい、じゃあね、これから久しぶりに、ね、道場の方行くんで行きましょう。はい、行きましょう。やってますね。やってますね。お願いします。おはようございます。失礼します。失礼します。お願いします。うちの道場独特のあれなんですよ。結構独特ですね。はい、畳であの技術って、はい、寝技にすごい重要な技術で、はい、ああいう力の使い方とかで、はい、デジ重とかアームロックの取り方がすごい楽になるので、矢野さん独特の技術なんですよ。はいはいはい。今ちょっともう指導に夢中になっちゃったんです。はい、はい、でまた今度もう一回コスティングを仕掛けてやるとどん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 、すごいマニアックなことになるんですレベルがすごい高いくせ、はいはい、じゃあ矢野さん今日よろしくお願いします。お願いします。ブレーキングなら僕決めれることがなくなってきたんで、またちょっと矢野さんに一つね決め力をちょっとつけたいなと思って。竹原さんみたいな。あ、ありがとうございます。どうした。小さい町道場に帰ってますはい。いい意味でですよ、そう、まあ、ちっちゃい町道場から。そういうつもりじゃないです。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、準備します。早速、お願いしていいですか。はい。まあ、僕、矢野さんとはね、結構もう、高校生ぐらいの時からやってますよね。うん、一回も勝ったことないんですよ。一回も。だからね、ちょっと今日リベンジをしようかな。やりたいなと思います。お願いします。そこでも
気が壊されたので。そんなことが。試合前でちょっと軽めでお願いします。はい、そんな過去が。膝を外された。打ち込みでちょっと力入っちゃったらバキッて。うわぁ、最悪です。それはひどい、それはひどい。あ、いいね、タップしようと思ったらそのまま。うわぁ。すいません。まあ、じゃあお願いします。フローつけて。じゃあ1分でいいですか。1分を3本で。はい、じゃあお願いします。ラスト20です。ラスト10秒。終わるのかよ。1分半。早いな。5秒。ラウンドです、まだ。3。1。終了です。あと2ラウンドです。強いでしょ。強いです。すごく強いです。はい。簡単にテイク取らしたと思いきや、はい、下からあるんです、ね。狙ってますよね。素晴らしい、すごい。ここの道場の強みって、山本さん昔あれでしたもんね。テイクされて普通に下からバンバンって決めてましたもんね。現役の時バンバン下から決めてましたもんね。あ、まあ、今側に得意だったら、テイクして終わりじゃないんですよ。ああ、そこからが。されてからが強いから。いきますか。おっす。で、2ラウンド目いきます。よーい、スタート。50秒。あっ。ラスト30秒です。ラスト10。3、2、1。あと1本いけます？無理ですか？じゃあ俺の勝ちでいいですか？勝ち逃げということで。取られちゃいました。強いな。足感が。足感すごいですね、絡みつくような。ありがとうございます。ちょっとね、本当は3本やる予定だったんですけど、はい、2本で。見ました、すごいテクニックですね、本当に。俺の寝技って、はい、基本矢野さんの全部コピー技なんですよ。あ、寝技やっぱり全部バレてるんですよね、自分の。はい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 。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、強いですね、相変わらず。ありがとうございます。今何歳ですか？53歳です。ってことは1月生まれじゃないですか、うん、54歳の学年ってことですか？あ、だから、そうね、そう、50、もう54になってるのか。すげえ。完璧になっても強そうっすね、矢野さん。あと6年。と6年考えたくないよね。すぐですよ、6年なんて。俺人生の30歳までしか考えてなかった。自分が50過ぎるとか、ほんともう、わけわかんないね。わかりました。今17ぐらい入ってた。いや、18ですね。18の終わりぐらいですね。
高校何年生ぐらい？高校3年の終わりに入ってきました。あのアウトサイダー出る前は、まあ、ちょっとねパンクラスのアマチュアとか、まあ、そういうの出てたんですけど、最初トーナメント出るかワンマッチ出るかでなんか悩んでて、はいはい、なんかトーナメントだと何試合もできるとか、はい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 、同じお金でとかなんかもう言ってたんですよ。で俺それ聞いて1試合で負けっから一緒だろっつったらなんか竹郎が泣いてますよ。今やっと思い出したみたいな感じで。いやまあ俺は別にあの体力はなかったんで、はいはいはい、そんな泣くほどと思って、まあ、反省したというか、はいはいはい、いやそんなことで泣くなよみたいな。やっぱそういう細やかなところもあるみたいです。はい、繊細な部分も。全然泣いてるの気づかなかった。ってまあねじゃあねそんな感じですかね今日は、はい、前回こういうああいう試合をしちゃったんでちょっとね。10秒で決めれるように、あとディップとかも出てきたいんで、まあ、またちょっとね、決めれるようなスタイルを取り戻せるように、まあ、決まる決まらないは結果論だから一旦行かなきゃ結果は出ないんですよ。そこで行く姿勢を見せるっていうのが大事、うん、これはもう見てる人にも伝わるから、あ、樋口あんだけアタックしたけど取れなかった、惜しかったなっていうか、樋口行く気ねえだろ、てめえ上に乗ってたら勝ちだと思ってんだろでも全然印象が違う、はい、やっぱ1分っていうね、試合だからそこはもうアタックし続ける。それはもう打撃にしろ、狙いにしろ。やっぱりね、コンセプトがそうだから、まあまあ、そこは大事にした方がいいと思いました。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあね、今日は久しぶりにね、僕のもともといた道場でのね、練習ってことだったんですけど、はい、ね、最後にちょっとね、ライジンの勝敗予想をやりたいなと思ってまして、ヒーベッツさんのちょっと、勝敗予想をやっていきたいなと思います。はい、お願いします。まずですね、白川陸斗選手 vs 中原優希選手ですね、はい、これは中原選手が 1.35 倍で白川陸斗選手は約2倍の 2.70 倍ですね、はい、まあ、これは結構白川陸斗君がまあ負けるっていう予想なんですよね、うんうん、中原選手って言えばやっぱ1FC、はいはい、アジアのトップ団体で活躍してた選手で、まあ、めちゃめちゃ強いんですよね、はい、だ本当白川陸斗選手からすればもう本当強敵、まあ、僕としてはね、まあ、アウトサイダーの頃からの友達であって、まあ、今でもね、まあ、ずっとブレイキングダウンの会場でも気さくにやっぱ話しかけてくれるもう本当白川陸斗選手多いです、はいはい、まあ、勝敗予想ってよりはどちらかというとね、この僕の希望なんですけどね、勝ってほしいっていう希望で白川陸斗選手に僕がベットします。まあね、あとは陸斗くんこの間ブレイキングダウン9の会場でね喋って、ね、試合終わって勝ったらちゃんと僕と YouTube コラボしてくれるって言ったんでね本当にしてくれるのかなってっていうこれですね、 B ベットさんなんですけど、初回入金でペーパービューが無料でもらえるっていうキャンペーンまたやりますんで、はい、ぜひ概要欄にございますので、そこをねチェックしてもらってちょっとやってもらえたら、そのペーパービューは多分どこよりも安いんですよね。30ドル入金で5500円相当のペーパービューチケット無料でもらえるってことが得なので、はい、ぜひ皆さん急いで登録してください。お願いします。まあ、あとはね、いろいろ金原選手とクレベル選手とかもね、はい、やっぱ個人的には楽しみですし、本当に第一44楽しみですね。楽しみです。古巣の道場で練習とライジンの勝敗予想でした、はい、本当にね、最後に白川陸斗選手本当頑張ってください。応援します。応援します。